サウラブシクラは、インドのボリウッドで活動する俳優、映画監督。代表作には、サティア、バルフィ。人生に歌えば、ジョリー LLB、キック、PK、ジョリー LLB に、レードがあり、2014年にナショナルフィルムアワード、最優秀女演団優勝を受賞した。1984年に劇団に入団し、1986年から、エビューフロムザブリッジ。 ルック、バック・イン・アンガー、ゴシロム・コートワールなどの作品に出演した。1991年に国立演劇学校に入学して演劇を学び、1994年にシェカル・カプールの女盗族プーランに出演して最初のブレークを果たした。同年にテレビシリーズテック・キー・コットに出演してビジャイア・アナンドの相棒役を演じ、1997年のキューマ・リバル・ヒルでは、 脚本を手掛けている。1998年にラーム・ゴー・パール・バルマのサティアで共同脚本とギャング役を務め、キャリアの転機を迎えた。同作では、スター・スクリーン・アワード最優秀脚本賞をアヌラーグ・カシャップと同時受賞している。2008年にスラム・ドッグ・ドル・ミリオネアに出演し、2013年にはアヌラーグ・バスのバルフィ、人生に歌えばに出演して、 再び注目を集め、アヌラーグとランビールカプールは私を生き返らせてくれましたと語っている。第61回ナショナルフィルムアワード受賞式で最優秀女演団優勝を受賞するサウラブシクラ。ありがとうございます。